やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。皆さんこんにちは。社会医療法人博愛会のサテライト型小規模多機能型居宅介護アンサンブル川北です。アンサンブル川北では18名の登録利用者の方が交代で1日に10名程度デイサービスという形で通い、入浴や食事だけではなくて一緒に体操やレクリエーションをして過ごしています。泊まりのサービスを利用されている方もいらっしゃいます。最近アンサンブル川北では庭で採れたジャガイモなどを使ってみんなで芋団子を作って食欲の秋を楽しんでいます。はい、では今日も最後までお付き合いください。お達者クラブフレンズリレー、今週は黒さんと西さんにお話をお聞きします。私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街つくる博愛会メディカルグループ。ではお達者クラブフレンズリレーの時間です。今日はアンサンブル川北を利用されている方お二人に登場していただきます。ラジオネーム西さんと黒さんです。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは黒さん、出身地を教えてください。帯広です。ずっと帯広なんですね。あ、じゃあ、はい、ちなみに年齢を聞いてもよろしいですかね。はい、1941年か、10月の2日。10月の2日。じゃあ江戸は覚えてらっしゃいます？見通しです。見通しですか、そうですか、ありがとうございます。はい、じゃあ西さん。はい、西さん、改めて出身地を教えてもらってもよろしいですか？はあ、はい、乙武町下志幌。下志幌ですね、はい。年齢聞いてもよろしいですかね。はい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 、はい、昭和去年1月1日生まれ。お正月？うん、1月1日でしたっけ？昔はそうなの。そういうふうにそういうふうにしときますか。うん、うん、はい。じゃあお正月のね、めでたい日生まれね、うん、はい。じゃあ干支は何かわかりますかね、西さん。犬年生まれ、うん、そうですね。じゃあですね、じゃあね、下志幌小学校、下志幌中学校にもいらっしゃったね。下志幌小学校、下志幌中学校。そうですね、じゃあ、うん、その時にスポーツしてましたかね、何かね。うん、野球。野球、野球少年だったんですね。うん、野球はどちらを守ってたんでしょうね。野球はね、私、うん、主にキャッチだね。キャッチしてたの。うん、投げる方はどうだったんですか？ピッチャーは。ピッチャーは。いや、別にいた。
別にいた。ずっとキャッチャーばっかり。ずっとキャッチャー、うん、こう走るのはどうだったんでしょうね。走るのはまあまあ。まあまあだった。うん、そう、うん。じゃあ打つ方は。打つ方は結構ね、うん、打ってたよ。あ、打ってた方。打ってた方ですか。うん、こう少年野球少年の試合とかありましたね。うん、きっとね、野球の試合だよとか。試合はね。うん、試合は。あの志保路線。志保路線。志保路線ずっとね、亀町路から、うん。試合はずっと続いてた。上士幌から試合をずっと続いてた、うん、いろんな学校どこ試合をしたんでしょうね。はい、うん、で高校は。高校は行ってないです。すみません、行ってない、行ってなかったですね。で中学で終わり、うん、あ、そうなんですね。じゃあその時にも青春を野球に費やした感じですね。そうですね。うん、休みの日とかは、じゃあ学校休みの日とか練習は朝から夜まで夕方までしてたのかな。ボールが見えなくなるまでって言いますもんね。うん、うん、ずっと野球をしてましたか。練習やってましたね。そうですね。そしてだけどうちは農家だから。そうなんです ね、うんうん、野球と農家と、うん、情報だね。そうですね、大変だったんですね。なんか水田があったっていう風に。ん？水田がありましたよってお聞きしました。ああ私のうちはね、水田ばかり、うん、水田ばかりね。なんか、うん、昔は何町っていう風に言うのかな、畑とか田んぼの大きさを、うんうん、そうだね。うん、何町あったんですか、田んぼは。水田ね、うん、私のうちは5町。5町もう5町ってどのぐらいの大きさかわかんないけども、うん、多分見渡す限りが田んぼ。そうですね。そうですかね、うん、どうなんだろう。それを牛か馬かにこうやってたんでしょうかね、一緒に引いて、うん、うん、馬ですね。馬ですか。それだと、うん、農機具、うんうん、を使って機械、ね、うん、お手伝いされてたんですね、うん、ずっとね。じゃあ毎日お休みなく、うん、もしかしたらお休みなく働いてたのかな。天気が悪い時はちょっとお休みだねっていう感じなんだけど、うんね、毎日毎日こう体を動かされてたんでしょうね。うん、うん、農家だからね。うん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 、だから仕事次第で、うん、野球ばっかりやってる。、うん、そういうことね。はい、そうですね、うん、それからちょっとお話を聞くと、はい、帯広に出てきてからはこうタクシーの運転手さんをされていたということでね。タクシーの運転手ですね。うん、これもまた大変なね、うん、お仕事ですよね。いや、だけどね、うん、好きだからいいの。あ、運転するの好きだったんですか。うん、うん、タクシーの運転手さん何年くらいされてたんですか。ん？タクシーの運転手さん何年くらいされてたの。はい、中学校終わって、うん、ずっとですね。すごいね、長いね。もう運転はもう、5年ですか、10年ですか。うん、やってましたね。ああ、そういうことですか。そうですね、じゃあですね、今日はじゃあ西さんと黒さんとどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございましたね、はい、私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。
では今週のお達者リクエストです。今日は西さんの好きな曲、上を向いて歩こうです。この曲にはどんな思い出がありますか？上を向いて歩こう、すごいね、坂本九さんが歌ってたんだって。勉強はしない、勉強しない、野球ばかり、野球ばかりしていた、はい、だけどね、野球少年だった、運動したよっていうね、思い出ですね、はい。ではお聴きください、西さんの好きな曲です。坂本九さん、あ、上を向いて歩こう、はい。両親が65歳を過ぎたら、そんなきっかけからご自身やご家族の将来について考え始めてみませんか？例えば施設のこと、介護と仕事の両立など。医療と介護の相談室支え合いでは、平日9時から17時まで複合施設青亀ビレッジにて個別にお話をお伺いしながら一緒に考えていきたいと思います。その他、電信通り観光道の駅イランカラプテにて出張個別相談会も定期開催しています。いずれも事前にご予約いただけるとお待たせせずにご対応させていただきます。お申し込みは0120-331-891、331-891、フリーダイヤル支え合い博愛まで。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。